はい、ロイズジャーミスターケです。このチャンネルではテクニカルとファンダメンタル分析をメインに仮想通貨の分析を行っています。今回はですね、なんとエバードームの上場先が決定いたしました。なんとエバードームの上場先がティアワン取引所だということで、なんと OKX に上場いたします。今回はね、このことについて全て話していきたいと思うので、最後まで見ていってください。ってことで、早速入っていきたいと思います。ってことでですね、見てわかる通り、OKX、公式アカウントがこちらツイートしています。はい、ドームが、エバードームが、上場します。とのことでね、ハイパーリアリスティック超現実的なメタバース 3.0 プロジェクトが OKX にそろそろ上場するってことで、2月8日までに楽しみにしていてくださいっていうことでね、もう決定いたしました。まさかね、みんながね、予想していなかった OKX に上場することとなりました。もしね、見てわかるとレバードームのね、引用ツイートで、こちら、コインゲコで2番目の取引高のあるね、SX、中央集権取引所、OKX に上場できることを嬉しく思いますということで、これはね、とんでもないことになりますよ、ということで、最も大きい2022年のローンチにね、準備しててくださいとね、ロバート・グリーンさんは話しています。ってことでですね、こちら、はい。ここにコメントあるんですけど、見てください。皆さんも思ってるかもしれないんですけど、OKX って多分日本人の間ではそこまで有名じゃないんですよ。なんて言っても、コインマーケットキャップでは18位なんで、なんでこれが、はい、取引高1位なのって、2位か、と皆さん思うかもしれないんですけど、こちらね、コインマーケットキャップの情報はね、こちら嘘の情報です。はい。で、こちらのコメントでも、これは良くないみたいな。はい。90% の人々はあなたを失いましたよと。18位の取引所に上場させることによって 90% の人たちが興味をなくしましたよって言ってるんですけど、この人何も分かってないです。てか、ほとんどの人が分かんないと思うんですけど、はい。見て分かる通りね、コインゲコでは、はい、取引高が2位なんですよ。なんと、コインベースを抜かしてるんですよ。まあ、なんといっても OKX はね、中国の取引所なんで、中国マネーがね、どんどん入ってきてるって感じなんですけど、見て分かる通りね、バイナンスの次の取引所です、こちら。はい。そして何と言っても証拠はあるんですけど、こちら見ていただきたいんですけど、はい。コインテレグラフジャパンでね、見てわかる通り、OKX が取引する世界ランキング第2位にランクイン。クロスプラットフォームサービスをプロバイドして、ブランドを再編成ということでね、1月18日なんでね、約10日前にね、こちらのね、記事がね、作成されたということでね、OKX はね、世界的に、最もね、アジアでね、最もね、力があるね、取引所でございます。のでね、こちらがね、OKX に、エバードームが OKX に上場することで、アジアマネーがね、入ってくることが予想されます。はい。コインゲックでも第2位。で、皆さんね、こちらね、証拠として見せていきたいんですけど、バイナンスコインが取引所の中でナンバーワンのコインということで、時価総額がこちらなんですけど、はい。OKX がね、2位だという証拠はですね、時価総額が見てわかるとおりにね、バイナンスの次に多いんですよね。取引所のコインとして、ランキング28位で。ので、OKB は、日本ではそこまで有名ではありませんけど、OKX。かなり海外では、アジアではね、有名だということをね、こちら証明しています。のでね、時価総額ね、2位のね、取引所に上場したということで、コインマーケットのこちらのね、情報はね、間違いだということをね、示しています。なぜね、このような情報がこちらに出ているのかと言いますと、こちらね、実はね、コインマーケットキャップって、バイナンスのようにね、買収されてて、言えたらね、賄賂を渡さないと上に行けないっていう仕様のシステムがあるみたいなんですよね。聞いた感じだと、噂によると。だから、このような感じになっている、なってます。証拠はもう完全にこちらの時価総額を見ていただいたらね、わかると思うんで、時価総額が全ての証拠なんで、取引所の中で2番目に多い時価総額あるんで、儲け X の方が、はい、大きいです。そして、クーコインよりも2倍の時価総額、取引高があるんでね、はい、本当は2位にあります。はい。コインレコはちゃんとしたランキング見せてくれてます。で、2位にあります。てな感じでね、もう決定しました。もう楽しみでしかないんですけど、こちら OKX のね、取引所。今だけね、こちら、私の説明欄にあるね、こちらの URL からね、こちらから登録したら、なんと2ドル分のビットコインがつくんで、適当に登録するより、こちらから登録したら2ドル分の BTC がつくんでね、こちらからぜひ登録していってください。OKX の取引所持っていない方たくさんいると思うんでね、こちらからぜひ登録していってください。てな感じでね、情報がね、次々と出始めています。上場までね、もう2週間切ってるんでね、約残りあと1週間なんでね、楽しみにしていきたい感じです。
はい。そしてね、エバードームまたね、コインゲコにもね、前乗ってます。こちら。まだね、ちゃんとしたね、価格とかはまだ上場してないんでないんですけど、まあ、見てわかる通りね、コインゲコにももう乗ってるんで、もう準備万端だということでございます。てな感じでね、めちゃくちゃ楽しみって感じなんで、モーケックス取り、登録してないってことは今のうちに登録してね、エバードームまだね、送金できないと思うんですけど、まあ、送金して、送金しなくていいか、まあ、USDT です。今のうちに OKX に今 USDT、エバードームを買いたいという方は USDT を送金して KYC 済ましてね、まあ、需要上の準備にしたらいいと思うのでね、皆さんぜひ、OKX 説明欄からの一番上、こちら2ドル、BTC のボーナスなんで登録していってください。てな感じで終わりたいと思います。エバードームの質問などがあればね、ぜひ教えて、コメント欄とかで教えてください。まあ、ぜひチャンネルと高評価お願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。では、